本当に怖い北海道の心霊スポット3選。一つ目はラブホテルコスモ。この場所は北海道帯広市にあるスペースシャトル風廃墟ホテル。地元では有名な肝試しスポットになっている。鏡に女が映るとか、2階の窓から誰かが見ているという霊現象が絶えないそう。二つ目は旭川中国人墓地。この場所は北海道旭川近郊にある中国人墓地。過酷な労働を強いられた末、亡くなり、ここに葬られたそうです。現在でも中国人の怨霊がさまよっていると噂されています。三つ目は、湧別炭鉱病院。この場所は北海道釧路市にある廃病院跡。この病院に肝試しに来るほとんどの人が何かしらの心霊現象に遭うと言われていて、あまりの悪霊の多さに霊能力者は決して近づかないと言われています。全国的にも有名な湯枠付きの廃墟病院です。本当に怖い青森県の心霊スポット3選。一つ目は月光の滝。この場所は修行の場としても知られています。しかし過去に滝の前の橋で発光体を見て驚いて急いでいたところ、事故に遭ったとされる人の幽霊の目撃情報が多数寄せられています。二つ目は杉沢村。この場所は昔存在していた場所です。ある一人の男性が突然村人全員を殺し、自らも自殺したと言われており、その事件を隠そうとした自治体によって地図から村が消えました。廃墟は今でも存在しており、怪奇現象がたびたび起こっています。三つ目は八甲田山。八甲田雪中行軍遭難事件で有名なこの場所は、ロシアとの戦争に備えて軍事演習に参加した210名のうち199名の者が死にました。日本の雪中軍事の訓練中の遭難事故では過去最高の人が出ました。本当に怖い秋田県の心霊スポット3選。1つ目はホロストンネル。この場所は比較的新しいトンネルですが、非常に強い怨念を感じ、多くの人が恐怖体験をしたことがある心霊スポットです。の名所として秋田県では有名な場所。二つ目は十和田湖。この場所は過去にダイナマイト真珠があったことでも有名です。水面に女性の顔が浮かんできたり、目玉が浮かんだりします。多くの心霊現象が起こるのは乙女の像の周辺だそうです。ここで自殺した人の遺体は上がってくることはないそうです。三つ目は男鹿プリンスホテル。この場所は昭和44年にオープンした温泉街の近くにあるホテルです。すでに廃墟と化しており、荒れ果てた姿になっています。心霊スポットとしては非常に有名な場所で、昇進事件や歴史などがあったとされています。本当に怖い、宮城県の心霊スポット3選。一つ目は、太白山トンネル。この場所は別名、自由が丘トンネル。何か出そうな雰囲気を醸し出しています。昇進事件があったとか、歴史した人がいるといった噂が立てられており、子供の霊を見たという話もあります。二つ目は乙女の松島にある心霊スポットです。断崖から飛び降りした女子高生、その残した遺書のようなものが木に掘られており、乙女の祈りと呼ばれるようになりました。遺書を解読すると呪われるといった噂もあります。三つ目は八木山橋。この場所は仙台城の近くにある橋です。下までの高低差がかなりあるので、ここから飛び降りする人は絶えませんでした。の霊が出るとされていて、夜に車で抜けるとバックミラーに映る誰もいない後部座席に乗っているといった噂が市民の間でも噂されている。本当に怖い岩手県の心霊スポット3選。一つ目は黒森山。キャンプに来ていた幼い姉妹が森に迷い込み、見つかった時にはフランシーだったという事故があった場所です。黒森山の神社でこの幼い姉妹の霊が出るという噂があります。かなり危険だと言われている場所です。二つ目は四十四田ダム。この場所は昼間は観光地として賑わう東北最大の川、北上川に作られたダムですが、岩手では実の名所として有名な場所です。夜は昼間と打って変わり、異様な雰囲気漂う場所です。三つ目は猿岩トンネル。岩手県で一番危険な心霊スポットと言われている、かなり古いトンネルで工事中に何人かの作業員が事故している。昼間でも真っ暗で不気味、少女の霊が出るという噂、声が聞こえる、人柱が埋まっているといった噂もある。本当に怖い山形県の心霊スポット3選。一つは巫女沢トンネル。油と村から竹の浦まで炭鉱の指導として作られた。工事の際には大きな落盤事故があり、近くにその時の慰霊碑も。トンネルや慰霊碑周りでは犠牲者と思われる作業着姿の霊が目撃されている。二つ目は新庄厚生病院。
しばらくの間廃墟となっていました。廃墟と化し、誰もいなくなった病院を巡回する看護師、入院患者の霊が目撃されています。三つ目は滝不動王。この場所は山形で最強の心霊スポットと言われている。首切り場として使われていたそうで、行く途中に老婆に止められ警告され、それを無視していくと帰りに事故に遭う。白い車で行くと無数の手形がつく。境内にある不動王の剣を触ると祟られる。持ち帰ると女性の霊が出るという噂も。本当に怖い福島県の心霊スポット3選。1つ目は旧三森トンネル。福島でもかなり有名な心霊スポットと首なしライダーが並走してくるというもの。その他にも女性のひそひそ話が聞こえてきたり、トンネル内に女性の霊がへばりついているという話も。2つ目は時は少年自然の家。研修の拠点の場として開放されていたそうです。しかし現在では廃墟と化しているそうです。使われなくなった理由の一つが心霊現象だったそうです。部屋中が白いもやのようなもので包まれていたり、壁に血痕がついていたり、奇妙な気配を感じたりしたそうです。三つ目は高子沼グリーンランド。展望台があり、あるカップルがそこで心中してしまったそうです。またオーナーが経営難を苦にしてしまったそうで、ジェットコースターで人が投げ出された大きな事故が発生したとも噂されています。本当に怖い茨城県の心霊スポット3選。1つ目は西洋館。この場所は大正9年に外国人が建てたと言われている茨城県の廃墟です。ここに住んでいた外国人が赤ワインを飲んでいるのを目撃した村人が人の血を飲んでいると誤解し、外国人を〇したという噂が伝わっています。2つ目は霞ヶ浦分院。茨城県美保村にある医療施設の廃墟です。第二次世界大戦中には兵士の基地として使われ、終戦後は大学病院の結核療養施設として利用されたものの、やがて閉鎖しました。看護師の霊や結核で入院していた患者の無念の霊がさまよっていると言われています。3つ目は上高地別荘ホテル。県内でも有名な心霊スポットです。近年ホームレスの〇が見つかったり、心中したカップルの霊が出る、足音が聞こえる、ホルターガイスト現象が起こるなどが報告されています。本当に怖い群馬県の心霊スポット3選。一つ目は、コンピラ橋。通称、赤い橋と呼ばれているところで、神奈湖の上にかかっています。の名所であるため、心霊スポットと呼ばれるようになったのだとか、一つの心霊現象ではなく、あらゆる霊が目撃されている心霊スポットです。二つ目は、熊野平駅。群馬の薄い峠にある、廃駅。構内で脱線事故が起こり、その際、4人の尊い命が、さらに熊野駅宿舎を、土砂崩れが飲み込む、ここにいた人々が生き埋め状態になり、最終的に50人が。3つ目は園原ダム。群馬では有名な最強の心霊スポットです。あらゆる心霊現象が起こると有名です。ダムの工事中に起きた事故で亡くなった方を供養する慰霊碑では心霊写真が撮れるそう。本当に怖い埼玉県の心霊スポット3選。1つ目は秋ヶ瀬公園。この場所は心霊スポット好きの間ではとても有名な場所です。バラバラにされた水門に流れ着いたり、夜の駐車場での霊が出たり、誰かがお経を唱えていたと訴える人が大勢います。二つ目はカーブリ峠。この峠には女性の幽霊がたくさんいるそうです。峠の途中までは車で登れるのですが、走っている最中に女性の足首がボンネットに落ちてくることが多々あるそう。三つ目は旧中村病院。人気のある心霊スポット。患者の扱いに問題があったとして、営業停止処分を受けてからは、建物を取り壊すのではなく、患者を覆い隠すように残土が積まれていきました。しかし、現在では解体工事が行われ、その痕跡だけが残っている。本当に怖い。千葉県の心霊スポット3選。一つ目は、桜の幽霊屋敷、ユーカリが丘に位置する廃墟です。一家5人が、された場所であり、後に事件を知らず引っ越してきた夫婦がノイローゼになり心中してしまったという。二つ目は八幡の矢部知らず。町の中心部にあり、その一角だけは静まり返って暗闇に包まれているのです。昔から入ったら出られない矢部知らずの木を切ろうとして事故に遭ったという言い伝えがあり、不気味なスポットです。三つ目は観音隧道。過去メディアで関東で最も危険な心霊スポットであると
離されていたトンネルの中に入り、クラクションを3度鳴らすと天井から霊が降りてきて、心霊現象に遭遇すると言われている場所です。本当に怖い栃木県の心霊スポット3選、一つ目は松田川ダム。この場所は1歳の男の子が投げ捨てられる事件がありました。またの多い場所でもあるがゆえに、子供や女性の幽霊の目撃情報が多い。霊感のある人は頭痛や吐き気も催すようです。二つ目は華厳の滝。1903年旧姓一向生徒の藤村氏が岩頭の関東を大する遺書を残して投身したと有名な場所です。その後彼の影響を受けてが相次いだことで名所となりました。心霊写真がよく撮れるといった心霊現象も報告されています。三つ目は旧野木病院。全国的にも有名な栃木県の最強心霊スポット、精神病院というのは見せかけだけで、患者を痛めつけるためだけの拷問病院という噂が流れている。女性の叫び声や子供の泣き声が聞こえたりといった体験談や、誰もいないはずの場所なのに階段を上がる音が聞こえるという噂も。本当に怖い東京都の心霊スポット3選、一つ目は旧岩淵水門。荒川で身を投げた多くの水質が発見されるという場所である。夜になると水面に大量のバラバラの手足が浮かんでくるとか、心霊写真が撮れるとか、身を投げる女の霊が現れるといった恐ろしい心霊現象が報告されている。二つ目は平将門の首塚。打ち首にされた平将門が祀られている。関東大震災によって崩れてしまった首塚の跡地に大蔵省の仮宿舎を建てたのですが、役人や工事関係者が相次いで戦後 GHQ に首塚の撤去作業を行おうとしたところ、ブルドーザーが転倒、不審な事故は相次いでいる。三つ目は千駄ヶ谷トンネル。お墓の下に開通した珍しいトンネルです。車のバックミラーに髪の毛を振り乱した女性が映った。フロントガラスに手の跡がつけられた。血まみれの女に追いかけられた。怪奇現象が報告されている。本当に怖い新潟県の心霊スポット3選、一つ目は内の蔵ダム。名所として有名な場所となります。様々な心霊スポットを通らないといけないとされていて、霊感の強い人は体調が悪くなってしまうのだとか。二つ目はキリシタン塚。迫害を受けたキリシタン処刑場に弔いの意味を込めて作られた塚になります。迫害されたキリシタンに対して侮辱してしまう行為をしたら呪われてしまうと言われており、キムラムシで来た人が蹴飛ばしてしまい、帰りに事故に遭ってしまうといったこともあったのだとか。三つ目は新潟ロシア村。2004年に閉園された巨大なテーマパークの廃墟、声が聞こえた人や男性の霊を見た人が後を絶たない場所となります。本当に怖い富山県の心霊スポット3選、一つ目は牛首トンネル。このトンネルはかつて昇進を図った男性がいるといった噂で、その霊を供養するためなのか、トンネル内にはお地蔵さんが立っています。このお地蔵さんは時々目に血の涙を浮かべるとか、しばらくじっとしていると心霊現象が起きるとか、決して遊び半分な気持ちでは近づかない方がいいでしょう。二つ目は大仙寺遊園地。遊園地の跡地が荒れ果てた様相に姿を変えるにつれ、ここに近づくと子供の声がするとか、人の気配がするといった話がポツリポツリと語られています。三つ目は古道ダム。完成してからというもの、実写がついた曰く付きの心霊スポット。ダムに首が浮かんで見えたとか、霊が現れた怪奇現象を体験した人もいるとか。本当に怖い神奈川県の心霊スポット3選、一つ目は内越橋。飛び降り実名所として知られている場所です。橋の両端には有刺鉄線がついた高いフェンスが設置されていて、普通の橋には見えないゾクッとする雰囲気を醸し出している。数多くのメディアに取り上げられている筋金入りの心霊スポットです。二つ目は荒崎海岸。とある映画の撮影中に謎の男の声が混入していたことで話題となり、調べてみると50年以上前に恋破れた若い男が投身していた場所であったのだとか。三つ目は久木踏切。霊の姿が何度も目撃されている心霊スポット。踏切の近くには歴史者を供養する石碑が設置されており、ただならぬ雰囲気を感じます。白い服を着た女の霊と電車が衝突する事例がたびたび発生しているんだとか。本当に怖い長野県の心霊スポット3選、一つ目は七曲がりにある一本松。伐採しようとすると機械が止まったり、崖崩れが起きたりと怪奇現象が多発。さらには落ち武者の幽霊や自殺した人の霊の目撃情報。二つ目は
ホテルセリーヌは全国的にも有名な心霊スポット。妊婦の顔が塗りつぶされた落書きには、身ごもったお腹に突き刺さる包丁が暴漢に襲われた女性の実態が出ていることから、女性の幽霊の目撃情報。3つ目は軽井沢大橋、実際者が多いことでも有名です。高い有刺鉄線付きのフェンスに実際者供養の花と、すでに近づいてはいけない雰囲気が漂っている場所でもあります。本当に怖い福井県の心霊スポット3選。1つ目は若杉の白い家、通称ホワイトハウスと言われている。父親が家族を皆し、その隣に住んでいた人たちも無理心中を図ったとされています。そのことから赤い目の女性が外にいる人を睨んだり、2階から女性の声が聞こえるとか。2つ目は丸岡城、過去に人柱にされてしまった女性がいると言われている。また丸岡城は一度崩壊してしまっているのですが、もともと使われていた城の材料を使って再築されたので最古の城とも呼ばれているようです。3つ目は旧柳瀬トンネル、窓を開けたまま訪れると手の跡が腕に残ってしまうという噂も。旧柳瀬トンネルはとても狭いと、煙を吸って窒息するという事故も発生しました。本当に怖い石川県の心霊スポット3選。1つ目は八瀬の断崖。この場所は福井県の東尋坊と肩を並べる北陸の実の名所です。断崖に足を踏み入れるとあの世へのお誘いの声が聞こえることも。2つ目は解剖墓地。明治時代に金沢大学の医学部の学生が解剖実験後の遺体を解体して処分したと言われる場所です。未だに成仏できていない霊がさまよい歩いていると言われている場所です。3つ目は熊走り大橋。ここから見る西川の景色は金沢でも名所の一つとして数えられていますが、地元の間では言わずと知れた実の名所でもあるのです。幽霊を見たという目撃情報も後を絶たず、目前に広がる絶景とは裏腹に地元では有名な心霊スポットです。本当に怖い山梨県の心霊スポット3選。一つ目は御岳昇仙港。過去に悲しい転落事故が起きています。昭和52年、社員旅行中のバスが昇仙峡グリーンラインから谷へ転落、10名もの死者が出ました。事故現場付近では血まみれの亡霊が夜な夜な徘徊しているといった噂も。二つ目は花魁淵。武田勝頼の死後、隠し金山だった黒川金山は閉山されました。金山の秘密が外部に漏れるのを防ぐために、鉱山労働者の相手をしていた遊女55人、その他金山関係者を皆にするべく全員を谷底に沈めたという史実が残っています。3つ目は旧笹子トンネル。過去このトンネル内で死亡したと噂されている少女の霊が目撃されています。トンネルの大月市側には古い地蔵が祀られています。本当に怖い愛知県の心霊スポット3選。1つ目は旧伊勢神トンネル。全国的な知名度を持つ超有名な心霊スポットです。女性や子供の幽霊、工事作業員の幽霊の目撃情報が相次いでいます。手形がつく、うめき声が聞こえる、和服姿の女性が手を振って立っているが車に乗せると消えてしまうなどの噂もあります。2つ目は千歳楼。心霊スポットとしては有名な廃旅館です。経営難から経営者が行方不明になり、建物は取り壊すこともできず荒廃し、心霊スポットに。2012年8月、性別もわからないほどの腐敗した白骨遺体が発見されるという事件が起こりました。3つ目は矢事霊園。人間だけでなく動物の火葬も行っているためか、動物の霊がたびたび目撃されています。他にも何者かに後をつけられている感じがする、足音が聞こえるといった心霊現象も。本当に怖い静岡県の心霊スポット3選。1つ目は下田富士屋ホテル。テレビでも紹介されるほどの最強心霊スポットです。女の人の声や歩く足音が聞こえたり、ホテル内に点在している日本人形を触ると呪われるといった噂もあります。最近不審火でホテルから出火し搬送してしまいました。2つ目はホテル青い鳥。過去に事件があったと言われている場所です。女性が
されたとたびたび噂されていて、女性の霊が映るといった恐怖体験をする人が多いです。3つ目は旧天城トンネル。石造りのトンネルとしては日本でも最古だと言われています。石造りは作るのは難しく、建設中は事故が多発し、事故で亡くなる作業員も多かったようです。亡くなった作業員を人柱にしたという怖い噂もあります。本当に怖い兵庫県の心霊スポット3選、1つ目は沖久井戸番町皿屋敷、番州皿屋敷でもよく知られた怪談話としても有名です。沖久がされてから投げ込まれた井戸だと伝えられています。夜になると家宝の皿の枚数を数える声が聞こえると噂されています。2つ目はマヤ観光ホテル。心霊廃墟スポットとしてはかなり有名な場所、特に霊に遭いやすいのはお風呂やトイレだと言われています。心霊現象は水回りで起こりやすいため、マヤ観光ホテルでも危険な部屋と言われています。3つ目は愛坂随道。近代遺産としては非常に歴史的価値のあるトンネルですが、近年は心霊スポットとしても注目を集めています。顔が焼けただれた女性の幽霊を見たという証言や、写真を撮ったら女性の霊が映り込んだ、兵庫県だけでなく全国的にも非常に有名な心霊スポットとなっています。本当に怖い大阪府の心霊スポット3選。1つ目は塩木場。関西最強の心霊スポットとして呼び声が高く本当に危険。この場所は戦国時代の頃は罪人の首を切り落とす処刑場だったらしい。首のない武士の霊や浮遊する生首など数々の目撃談がある。2つ目は犬鳴山トンネル。通称犬鳴のバケトンと呼ばれている。トンネル内部から入り口を見ると少女の霊がいるらしい。そして通行中は絶対バックミラーを見てはいけないと言われています。3つ目はホトトギス旅館。以前は温泉街としていくつかの旅館で賑わっていたそうですが、現在は全てが廃業。白い服の女性が出るという噂があり、過去に建物内で不老者がしていたという噂もあります。この場所以外にも怖い場所があったらコメントで教えて。本当に怖い奈良県の心霊スポット3選。1つ目は天理ダムの名所としては有名なダム。この辺りはカーブが多く事故が多発している場所でもある。うつむく男性の霊がたびたび目撃されているが、事故が多いことも関係があると言われている。2つ目は白鷹狼。心霊マニアの中で本当に恐ろしいところだと言われ、少女の幽霊、女性の幽霊、少年の幽霊が目撃されています。3つ目は市議生駒スカイライン。かつて関西の走り屋が集結していたという場所で、80年代にバイクの事故が多発したという。深夜ここを走行中に後ろを振り返ると首なしライダーや上半身だけの女性の霊が追いかけてくるといった噂があります。この場所以外にも怖い場所があったらコメントで教えて。本当に怖い和歌山県の心霊スポット3選。1つ目は三段壁。観光地としても有名だが、年間10人前後のが生まれる最強スポットとして有名。付近では成仏できない浮遊霊が多数目撃されている。2つ目は淡島神社。人形供養で有名なこの神社には2万体もの人形が供養されています。髪の毛が伸びるという逸話で有名なお菊人形をはじめ、様々な日本人形やフランス人形が並べられています。3つ目はブラックビル。資金不足により撤去されることもなく、そのまま廃墟として残っている。ビル内部を探索中に誰かに足を掴まれたり、車のフロントガラスに助けてと血のように赤い文字で書かれていたことがあったらしい。この場所以外にも怖い場所があったらコメントで教えて。本当に怖い滋賀県の心霊スポット3選。1つ目は三雲トンネル。トンネルよりも手前にある電話ボックスでの心霊体験が多い。電話ボックスの写真を撮るとありえないところに手が写っていたり、黒髪の女性が飛び出してくるといった話があるらしい。二つ目はホテル祇園。大津市でも有名な心霊スポットです。四つの扉のうち一つだけ侵入できる扉があり、心霊現象が起こることから恐怖の扉と呼ばれています。三つ目は琵琶湖大橋。交通の要となっている琵琶湖大橋ですが、実の名所となってしまっているようです。琵琶湖自体が心霊スポットであるという考え方もあるらしく、お盆の時期に琵琶湖で泳ぐと死者の霊が足を引っ張って湖の底に引きずり込むといった噂もあるようです。本当に怖い三重県の心霊スポット3選。1つ目は
旧相谷トンネル、1971年列車衝突事故が発生し、20人を超える犠牲者が出ました。女性の声が聞こえてくる、トンネル入り口に男の霊が立っている、などの心霊現象が報告されています。二つ目は久喜義隆の首塚。久喜義隆は織田信長の配下の海賊大名で、答志島で自罵し埋葬された。この場所は心霊スポットとして認知されており、気分が悪くなる、心霊写真が撮れる、取り憑かれておかしくなるなどの心霊現象が報告されています。三つ目は旧メキトンネル。三重県で最も有名な心霊スポットの一つと言われています。鬼伝説の残るメキ峠にあるハイトンネルで、トンネル内部で女性の幽霊の目撃談がある、女性の幽霊を避けようとして事故った車があるというような噂があります。本当に怖い岐阜県の心霊スポット3選。一つ目は銃殺の家。岐阜県御嶽町にある一軒家の廃墟で、ある事件の舞台になったことが有名で、ここで死んだご主人の霊が出ると噂されています。心霊スポットとしては全国区の知名度を誇ります。二つ目は朝鮮トンネル。朝鮮トンネルと呼ばれている由来は、工事が難航したために人柱として当時の労働者たちをトンネルに埋め込んだという噂があるかららしいです。それだけでなく、トンネル工事で犠牲になった朝鮮人労働者の遺族まで埋め込まれてしまったという噂もあります。三つ目はココケイハウス。古い温泉施設の廃墟です。幽霊の溜まり場となっていると噂されています。特に女性の顔の落書きがある2階のトイレが危険とされていて、ここで心霊現象を体験する人が多いそうです。本当に怖い京都府の心霊スポット3選。1つ目は天ヶ瀬ダム。実の名所としても有名なこの場所、ダム湖で泳いでいる霊がいたり、ダム上流に男性の霊が目撃されているなどの噂が絶えない。現在ではあまりに飛び降りが多いので、夜中立ち入り禁止になってしまっているようです。二つ目は御泥ヶ池。京都でもタクシーの恐怖体験で有名な心霊スポット。近隣の精神病院で患者が錯乱して、この池に入水をしたという噂も多発、多くの霊がさまよう、とても怖いスポットになっています。三つ目は清滝トンネル。京都で最も有名な心霊スポットの一つと言われています。白い服を着た女性の霊が出ると言われていて、トンネルの中に立っていたとか、走行中のボンネットの上に落ちてきたという、その他にも女性の悲鳴が聞こえたとか、足音を聞いたお経が聞こえたなどの恐怖体験が絶えない。本当に怖い鳥取県の心霊スポット3選。一つ目は青山荘。鳥取では有名なハイラブホで、現在は A 棟のみが残されている。一時期は B 館には不老者が住んでいるという噂もあった。数年前には死体が発見されたとの噂もある。二つ目は旧日野橋。米子市役所のホームページに掲載されるくらい有名な心霊スポット。深夜車でそこを通ると、女性が乗せてほしいと後部座席に乗ってくる。橋を渡りきり声をかけると女性の姿は消え、後部座席のシートは濡れていたのだという。三つ目は間の原山荘。地元では幽霊ホテルと称されて恐れられている。地元の日本海新聞で幽霊が出没するハイホテルという名目で紹介されたことがある。若い女の幽霊が出る、管理人の家に人玉、オーブが現れる、様々な曰くのあるスポットである。本当に怖い岡山県の心霊スポット3選。一つ目は海尾集落。この場所は心霊スポットというより、実際に多くの命が奪われた現場です。1938年、2時間の間に30人が3名が重軽傷を負った大量の現場です。2つ目はお札の家。心霊マニアの間では岡山県最強の心霊スポットと言われている。中にはお札が至る所に貼られており、一家心中があり、それ以来この家には様々な怪奇現象が起こるためお札を貼っていたそうだ。霊感のある人は体調が崩れたりめまいが起こるらしい。3つ目はキューピーの館。廃屋に赤ちゃんの人形が吊るされている不気味な廃墟。水子の霊を慰めたり子供を授かるといった言われのある神社仏閣の類が廃業した後ではないかと言われている。天井の方からドンドンと音がするなどの噂があります。本当に怖い島根県の心霊スポット3選。一つ目は岩見畳ヶ浦。あの義母愛子が逃げ出したほどの心霊スポットとしても有名です。海で出来死体が流れ着く場所として知られていて、亡くなった子供の霊を供養するための地蔵がたくさん並んでいて、子供の声が聞こえるという噂もある。二つ目は深谷大橋。日本国内において樹海に続き3番目に
の多いスポットとして知られています。誰かに背中を押されて橋から落とされるという、橋の入り口付近に命の電話と書かれた看板が立っていることからも後を絶たないことを伺い知れる。3つ目はカモメ荘。一番ヤバいと言われているのは地下室で、開かずの扉と言われる部屋には絶対に入ってはいけないと言います。実際にその部屋に入った方は高熱を出し入院したらしく、悪夢を見たり子供の叫び声が聞こえたりしてきたそうです。本当に怖い広島県の心霊スポット3選。一つ目は鏡山公園。心霊スポットとしてよく知られている公園です。男性のうめき声が聞こえてくるという話は有名。神社の近くにある慰霊碑、ハイキングコースの途中にある井戸、頂上の城跡は霊的にヤバいと言われています。二つ目は恋峠。カーブが連続していて事故が多発しているため魔の峠と呼ばれ恐れられている。一家残事件が起きた場所だとも言われており、霊が目撃されるようになったことから心霊スポットとして扱われるようになった。三つ目は魔女の館。野呂山山中にある西洋のお城のような廃墟、その風貌から魔女の館、シンデレラ城、城の別荘などとも呼ばれています。2階のロッキングチェアに座ると悪霊に取り憑かれるという噂もあり、帰り道には必ず交通事故に遭うと言われています。本当に怖い山口県の心霊スポット3選。一つ目は21世紀の森。昼間はバーベキュー、アクティビティを楽しめる場所になっていますが、駐車場で亡くなった人がいます。車の中で火災が起きてしまったことが原因で亡くなったことから、その場所は現在駐車禁止となっています。二つ目は鯖川トンネル。建築工事の際に命を落とした5人の殉職者の慰霊碑が建てられています。トンネルで手招きをする男性の霊が現れる。その霊についていくとダムの底に引きずり込まれてしまうという噂があります。3つ目は7つの家。その名の通り7つ家が並んでいる廃墟と化した集落のような場所。7世帯の家族が住んでいたが、ある日突然と姿を消してしまったという。一番奥の家では事件があったという噂も。本当に怖い香川県の心霊スポット3選。一つ目は旧中村トンネル。入り口の前にそびえるお地蔵様が引き起こす怪奇現象は数知れず、お地蔵様が笑ってるように見えたら無事に帰ることはできないという噂、女性の霊が出るという噂もある。牛を人柱の代わりにトンネルの壁に埋めたともささやかれている。二つ目はイモンタ。2チャンネルで話題になったことで有名になった呪われた一族が関係していると噂され、あまりに危険すぎる場所だとされています。家族全員が自殺して一族は滅亡したと噂されています。3つ目はカッパ道場。山頂にある有名な心霊廃墟、不良少年を構成する目的で作られたというこの場所は、厳しい訓練に耐えかねた生徒たちが風呂場で集団した屋上から身を投げたなどの噂が残っています。本当に怖い徳島県の心霊スポット3選。一つ目は大阪峠。癒しスポットで有名ですが、怪奇現象もよく起きるとして心霊スポットとしても有名です。夜中にこの峠を走っていると無人の車が追いかけてくる、首なしライダーを目撃した、道路脇に女性の霊が立っていたなどの噂があります。二つ目はホテルニューナルト。県内でも有名な心霊スポットで、写真を撮ると必ずオーブが写っているという、また動画撮影をすると霊が写り込むと噂されています。3つ目は旧道学寺トンネル。2004年にコンクリートで完全に封鎖されてしまったこのトンネル、トンネル封鎖前から首吊りをした男性の霊が出るという噂があった。封鎖されてしまった今でも入り口のコンクリートの壁から手が出てきて引きずり込まれそうになったという噂もある。本当に怖い高知県の心霊スポット3選。一つ目はスカイレストニュー室戸。廃墟マニアの間では有名な場所だが、誰もいないはずの場所から気配や声がしたという話が広まり、心霊スポットに女の霊がいる、規制を上げて走る女に追いかけられたという噂も。二つ目は足摺岬。ここで身を投げる人が多発し名所となった。血だらけの顔の男性や白い服の女性が数多く目撃されている。岬の崖付近では者を供養するための喧嘩が頻繁に目撃されているという。3つ目は六方縁跡。もともとはレストランや競技場があったレジャー施設だったが、
昭和50年に廃業、現在は解体され何も残ってはいない。だが見返り橋で振り返ると建物が現れるという噂がある。中に入ってしまうと外へ出ることができなくなるという本当に怖い心霊スポット3選。1つ目は田上山第二展望台、名所と呼ばれている場所。展望台は2つあったが、第一展望台は老朽化により現在は解体され存在しない。第二展望台では×××した2人の女性の霊が現れるという噂もある。2つ目は大谷池、観光地としても有名なこの場所ですが、心霊現象も多い場所です。池を造成する際に100人の女性を人柱として埋めたという噂もあります。3つ目は死入道峠、死へ入る道と書いて恐ろしい名前の峠。この先にある高輪山は江戸時代姥捨て山だったそうで、世話ができなくなった老人を捨てに行っていた家族がこの峠を通っていたため、死入道峠という名前がついた。女性の霊や老人の霊がよく目撃される。本当に怖い佐賀県の心霊スポット3選。1つ目は三ツ瀬峠、不可解な交通事故が多発、カーブの直前でもブレーキ痕が一切ないような事故もあるらしい。首吊りの名所であり、運転中にふと木の方に目をやると首を吊っている霊が見える。また道路脇に女性の霊が立っている。2つ目は七ツ釜、佐賀の観光地だが同時に名所でもあります。崖のようになっており、身を投げる人が後を絶たない。女性が飛び降りたとの目撃があり、捜査を行ったが見つからなかったという。三つ目はイノちゃん山荘、稲川淳二さんが紹介したことで有名になった廃墟。ある施設から逃げ出したイノちゃんこと井上さんが山荘に押し入り、無差別に〇〇を行ったことからイノちゃん山荘と呼ばれるようになった。被害者となった夫婦や子供の霊が今もこの山荘をさまよっているという。本当に怖い宮崎県の心霊スポット3選。一つ目はホテルアイランド、病棟を改造して作られたホテル。現在は解体されて現存しないが、かつてテレビ番組で放送されたことがあり、一躍有名スポットになった。見取り図にはない螺旋階段があり、その奥には手術室があり、行為が行われていたという噂があった。2つ目はサブ川集落、明治時代には200人を超える住民が生活していたが、時代の流れとともに人の数は減少、過疎地域として認定されたことが立ち退きの原因となり廃村となった。おばあちゃんの霊を見たという噂もある。3つ目は久峰隧道、トンネルの中でクラクションを3回鳴らすと女性の幽霊が出る。コツコツ歩く音が近づいてくる。車の窓が手形だらけで洗っても落ちない。そんな噂があることからコツコツトンネルと呼ばれるようになった。本当に怖い福岡県の心霊スポット3選。一つ目は獣三仏、犬鳴峠や犬鳴トンネルが有名だが、恐怖度で言えばこちらが上回ると言われている。お地蔵様の位置が変わったり、近くの小屋に白い服を着た女性の霊が現れる。霊感の強い人は取り憑かれるなど数多くの噂がある。二つ目は犬鳴峠、近くには朝鮮人の村があり、近づく日本人はこの先日本国憲法が通じませんと書かれた看板があるなどは有名な伝説として残っており、九州で最も危険なスポットとして知られている。三つ目は旧犬鳴トンネル、二十歳の男性が見ず知らずの不良に因縁をつけられてしまい集団受けてしまう。加害者たちは男性の頭からガソリンをかけて火をつけた。他にも暴走族による暴力事件が後を絶たず、そういった経緯もあり心霊スポットとして広まっていきました。本当に怖い大分県の心霊スポット3選。1つ目は彦山、大分と福岡にまたがっている山で、東北の心霊スポット恐れ山と同じく日本三大霊場の一つに数えられています。この山で合宿をした20数名の高校生たちが集団で霊障被害に遭い、大変な状況になったり、登ると霊障や心霊現象が多発すると噂されている。2つ目は九神隧道、このトンネルで車を停止して3回クラクションを鳴らすと女性の霊が現れると噂されています。またトンネルを出た公園のトイレにも霊が出るという噂も。三つ目はルミエールの丘、閑静な住宅街にある丘ですが、かつてここは古戦場だった上、この丘の頂上では首切り処刑が行われていたらしい。首のない落ち武者や甲冑の音などが聞こえたという噂も。本当に怖い熊本県の心霊スポット3選。一つ目は
阿蘇大橋の名所となっている熊本県の橋、もともとは真っ赤に塗られていたため赤橋と呼ばれていました。飛び降りる瞬間を目撃する人も多かったようです。あまりに車が後を絶たないため防止用のフェンスが設置されています。二つ目は侵害病院、老人患者のなどトラブルが相次ぎ閉鎖。1階の一番右奥には鉄の扉で閉鎖されていて、関係者以外立ち入り禁止と書かれた部屋がある。この部屋で写真を撮ると高い確率で何かが写るらしい。三つ目は三井グリーンランド、実際の廃墟を改装した本当の幽霊が出るお化け屋敷としてテレビ番組でも取り上げられています。あまりに心霊現象が起きる箇所があり、そこは誰も入れないようになっているとか。本当に怖い鹿児島県の心霊スポット3選。一つ目はペコちゃんハウス。ここではガスによって住人が一家心中し、さらに爆発して家が崩壊してしまったそうです。ペチャンコになったハウスがなまってペコちゃんハウス。亡くなった家族が全員ペコちゃんのように舌を出して亡くなっていたことからペコちゃんハウスと呼ばれるようになったという説。二つ目は入木峠、カーブ近くの自動販売機前に女の人が立っているという噂がある。その女は全身が濡れており口は血だらけだったようだ。特に雨降りの夜は絶対に通らない方がいいと言われている。三つ目は開門トンネル、県内でも有名な心霊スポット。車で通ると後部座席が濡れている。天井の穴からは女性らしきものが覗いており、その顔を見てしまうと帰り道に事故に遭うといった噂がある。本当に怖い長崎県の心霊スポット3選。一つ目は軍艦島、日本最大の廃墟といっても過言ではない。かつては5000人もの人々が生活していたこともあり、建物すべてが廃墟となっている。過酷な労働を強いられる人も少なくなく、逃亡に失敗し拷問され命を落とした者もいたという。二つ目は西海橋、防止柵が設置されているが濡れた女の霊や親子連れの霊が現れる。赤ちゃんの泣き声が聞こえるなど目撃情報が後を絶たない。三つ目は津金落としの滝、長崎県で最も怖いと噂されている場所です。昔キリシタンが隠れてこの場所に住んでいて、キリシタン狩りと呼ばれる大量虐殺が行われていたらしい。トンネル内に白い顔が浮かぶ、女性の泣き声が聞こえてくる、キリシタンの霊が出るなど噂が絶えない。本当に怖い沖縄県の心霊スポット3選。一つ目は喫茶泉、沖縄宮古島にある廃墟。あまりの雰囲気に夜は近づくこともできないという、肝試しに訪れたうちの一人が行方不明になってしまったという噂もある。二つ目は 3S、 沖縄でも屈指の危険な心霊スポットになっている。 S 字カーブが3つあることから 3S と呼ばれるようになったらしい。幻覚や精神異常を引き起こし入院したり、霊感が強い人は耳鳴りや激しい嘔吐感に襲われてしまうといった噂もある。三つ目は小山貝塚、気絶しそうなほどの耳鳴りがしたり、訪れたその日の夜に金縛りに遭うといった噂があります。また洞窟のような岩の割れ目からものすごい形相の女性が睨んでいたという噂もある。この場所以外にも怖い場所があったらコメントで教えて。